はい、えー、それではあ時間になりましたので、えー、始めていきたいと思いますえっ、ー、と全国のですね行政書士試験受験生の皆さんこんにちはということで、えー、ただいまより、えー、2018年度あと50日の過ごし方ですね、えー、始めさせていただきます、えー、担当はレック専任講師横溝と言いますよろしくお願いしますはいえっ、ー、とまあ渋谷駅前本校のところはちょっと教室が 混み合っているようですからあ一応、ですね、えー、非常に強く冷房は入れてるみたいですけれど、まあ、若干ね暑苦しい感じになってますので、えー、少しの間、ちょっと我慢して聞いていただければなということですねあの中継教室の方にも同じぐらいの人が入っているみたいなので、まあまあ、あなかなかたくさんの方に来ていただいたなということです。えーと 使用教材というか今日は、えー、レジュメですね、えー、あと50日の過ごし方というようなタイトルのパワーポイントレジュメですかあそちらの方があ配られているかと思います、えー、そちらを使っていきます中開けていただくと分かると思いますがあのー、今回は、えー、いろいろとちょっとですねこちら前に映した内容を直接こう書き取っていただくような感じに、えー、していますあのー、やはり 少しこうね集中して話を聞いていただくというところも意識して少し作業をしながらという感じになりますのでまあぜひあのそこのレジュメですね前の画面のところの切り替わりに合わせて見ていただきながらえ話をしてね一緒についてきてもらえればいいかなということですね。でえまあ,あと50日と言ってますが実際は48日なのね あの本当は土曜日にやれればあと50日だったんでしょうけれどあのもうあと48日しかないです。まあ、あの日付が問題というよりは今回はあの出題予想論点ですかあそちらの方の紹介ということになるので、まあ、あまり日数はそれほど大きな意味はないというふうに思っていただければいいかなということですね。さてて、えー、最初画面がこんな感じで映っているのかしら はい、えー、出てきてますかあのー、最初の画面こちらですねはい特定、えー、目標の確認というようなものを挙げておきましたまあまああの百四十日の過ごし方の時にもちょっとお話はしていますが。 あのまあ、現実的な数字に今回はしてますので少し下げててるようなな感じになってます通常だと、ね、ここが記述以外が164点とか,なんかそういうような点数を言ってくるんですけれど、まあ、そんなに対して変わっているわけじゃないけどさ160点ですね。はい えー、そんななに変わわっているわけではないではすおよそのイメージなんでこんな感じだよっていうのは、まあ、一つの目標得点ということになりますかあの記述のところはだいたい30点以上ぐらいってこれはもういつも通りですねいつも通りの配点というような感じになってます。であとはそれを取るために、えー、科目ごとに何問ずつぐらい、えー、正解をこう。 積み上げていけば良いだろうかということですね。そちらなんですけれど、えー、先に行きますとこんな感じです。えー、まあこちらね記述に頼らないということも書いておきましたが、はいそんな感じですこちら。えっ、ー、ともう元々入ってるものというので、えー、多種選択これだけあのまあ台数ですけど多種選択は あ12の空欄でやはり10個ぐらいは埋めたいよねっていうような話など、まあ、下にもともと書いてあるもの以外でいくんであればこんな感じです。憲法法法やはり3台の正解、えー、行政法15民法6一般知識8っていうそういう感じですか。まあ,あのこのあたりはもちろんこれを取らなきゃいけないっていうんではなくてこのあたりが大体の目安になってくるよということです。例えば あの司法書士受験生とかで行政書士試験受けようと思っている方であればまあこの辺、行政法民法の比率はちょっと変わってくるのかなまあ足して21から22ぐらいってね行政法と民法足して21から22っていうイメージですのでまあそこはやはり民法は司法書士試験受験生だったらね9問中9問取っていただかなければこれはちょっと困るだろうっていうような計算になってくるじゃない会社法だって5問出たら4から5は取れるだろうって話になってくるとその分が行政法でちょっと減っても大丈夫。 みたいなのはねやはり勉強の準備期間みたいなものがありますから普段勉強している科目とそうじゃない科目でちょっとそこは柔軟に考えてください。こっちはあのオリジナルの行政書士の受験生の方ねっていうことになるとやはりこのぐらいの得点をある程度目安にしていただけるといいのかな。でやはり あのこの辺りで一番こうね問題になってくるとすれば最初は、うん、一般知識でしょうね一般知識のところがどのくらい点数が取れるかっていうのはやはり重要なところになるかと思います。だい,たい合格者の方ははぐらいは 毎年毎年年取ってきてきるのが事実でですす8代から上です年によってはあの昨年なんかもそうだけれど不合格合格にかかわらず10問以上うわーっと取ってる人が結構いたっていうような年もありますけれど。 こ今年に関しても、まあ、平均していけばやっぱり8台というのがね1つの目安になるのかなということです。まあ、得点戦略ってことで言うんであればオーソドックスに行けば文章理解で3台中2台は取りたいなっていうのは1つまずあるわねこれは別に予想ではないのでそこには入れてありませんけれど、まあ、文章理解がやはり3問中2問は取りたいよねっていうのは前提です。その上で ちょっと一般知識に関しては、えー、情報通信個人情報保護のところはもともとね、えー、もう言葉をこういう感じで、えー、先にお見せしちゃいますがまあこんな感じかなあの個人情報保護分野ベスト3ってそのあたりから見ていきたいと思います今年はもう個人情報の分野に関してはあこれはもう個人情報保護法が まあ出てくるのかなっていうのはある程度どなたでも想定されているところかなとは思います。特にあの定義のところですかその辺りがしっかりとやはり分かっているかどうかでしょうね。 あの改正されて今までなかったような定義が入ってきてますので個人識別符号とかもそうでしょうし匿名加工情報なんかもそうでしょうしいろいろと今までなかったものが入ってきているそのあたりがやはり問われるかなあのやはりまず定義ですねこれまでの,あの本試験の状況を見ても個人情報保護法は8割方定義の問題なのでですからやはりまずそこをしっかり えー、勉強しておくことは何よりも大事ということになります。個人情報保護取扱事業者の義務っていうところで言うんであれば、やはりあの第三者への提供のところですかね。そこはあの過去の問題でも出てますし、それから今回改正でいろいろと変わっているところがあったりはします。ですからあの第三者提供の話のところは。 これもまた重要度の高いテーマになるのかなというイメージはー持っておいていただいていいだろうということですね、はい、それからまあ第二位第三位のところは、まあ、まあもし万が一っていうならその辺かなというのがありますあの第三位の情報公開個人情報保護審査会設置法というのはこれはあの過去〇〇一問出題されたという実績も ある科目でですす2002年の本試験で丸々1問出ていたりはしますやはりあの非常に長いスパンで、えー、繰り返し出てきても別におかしくはないですしそれから法令科目でもこの組織の名前は行政法の問題でちょこ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 近年でも出ていたりはします。それを考えるとやはり出題の可能性は想定しといていいのかなということですね。今からででもも回その条文読むだけでも お勉強になるかと思いますので、まあ、インカメラ審理とかさあーボーンインデックスとかそういうのもありますけれどあとはその審査会の中で、えー、行った審査の中で行ったさまざまな判断については審査請求はできませんなんていうのは行政手続法の弔問の,の中で主催者や行政庁が行ったさまざまな処分について個別に審査請求はできませんよって話と似たような話が このの法律の中に入っていたりもしますだからあのその意味でも1回条文を、ね、勉強したことのない方は読んでおかれるといいのかなというところではあるでしょうね。はいえー、では、はい、情報通信分野まあ,あ今回は1問か2問ぐらいの出題かもしれませんが。 あのまあ、第2位と第3位のところこの辺りはぜひ各社の模擬試験とかそういったところで出題されてくると思いますされてきたらあぜひ注意はしておくべきかなということですやはりあの内閣府も力を入れてるけど総務省も力を入れてるところで青少年とインターネット特にスマートフォンのところでの青少年有害情報と言われるものへいかにその青少年に対して、えー、アクセスできないようにしていくか。 あのフィルタリングソフトの話などについてはあの今年の2月1日に改正法が施行されていますですからその新しくできた法律などのことを考えてもあの例えば販売店にはフィルタリングソフトの説明義務が課せられるとかあそれから 端末の開発事業者にも実はフィルタリングソフトをもともとインストールしとけっていうような義務が課せられていたりとかいくつか今までなかったような義務が課せられていたりはしますですからあのそのあたりこの青少年とインターネットの話っていうのは、まあ、ちょっと注意をしといてもいいテーマかなマイナンバーはねそろそろ出てきてもいいかなという そういう話でしかないですけれど、まあ、この2つはあの情報通信分野の中で個別のテーマというなら注意をしてておくべきものではないかと思ってます用語のところは、ねまあ、いろんな用語があるから何、ね、とも言えないんですけれどあの実際はまたあそこに書いてある「一般知識派キャンプ道場」とかであの全,全体についてはちょっとお話しする今ここで全部言う時間はないのであれなんですけれど。 あのー、以前ね、えー、2011年に地上波のテレビ放送がです、ね、デジタル放送に切り替わると、まあ、総務省のそれこそ重点政策の一個としてそういうような話がありましただからあーデジタル放送に切り替わったでしょあのね数年前から何回かに分けてデジタル放送とはって問題が出てるんですよ。 あの2011年に全面的に切り替わるとかねもう総務省の宣伝問題みたいなものが何回か出てきてるんですあのまあまあ2番宣時ですけど今回だったら 4K8K テレビですね 4K8K テレビのところがあ同じような感じで総務省の超重点政策です。あの 8K テレビはあー これは NHK が、ね、中心で放送開始ということになるし 4K の方はまあ衛星放送で各社足並み揃えてくる現在のが 2K っていって、えー、まあフルハイビジョンの 放送ということになりますけれどそれよりもさらに解像度が上がるようなものっていうので 4K、8K テレビっていうのがこれから東京オリンピックを前にして新たに発売されてくると例えば、シャープなんかもそれで再起を狙おうとしているとかいろんな実は動きがあったりはします。やはり総務省ののの重点政策の一個なので まあそんなに以前のデジタル放送みたいにベタベタにねなんか総務省の宣伝問題みたいなものを何年かに一遍しかも懲りずに3回ぐらい出してきましたからね最初のうちは何で出してるのかよく分かんなかったけど途中で旗と気づいてそうかっていうのであの旗と気づいてそれであのそれからまあ出るかもねなんて話をしてたものの一つですだからこの 4K8K テレビっていうのはまあ選択肢1個単位でもいいから出てきても悪くないかもしれませんっていうのでちょっとこの辺は。 うちに帰ったらグーグル先生にでも聞いてみるといいわ、ね、あの検索して 4K8K テレビって総務省があの説明しているページとかありますからああこういうもんなんだなっていうのを、まあ、イメージ持っといていただくと良いのではないかなっていうのはありますねあ,のあと多分どこにも出てないですけどあの用語としてちょっと知っといたらいいかなっていうようなものでまあ,あ一般的に出てくるものはね あの皆さんも模擬試験とかいろんなところでえご覧になってると思うのランサムウェアとかさああそういうようなものは目にしてるでしょフェイクニュースとかねそんなような話とかあとは何だろうな O2O って言われるようなまああ話ですねいくつかまあ有名な用語はあのなんだかんだ模擬試験とかテキストなんかに載ってたりするんですけれど。 まあそれ以外にっていうのであと2つぐらいちょっと挙げておくとすればあの最近ちょっと注目されているのが e スポーツっていうね、e、って小文字のででででですすすハイフンスポーツです、あのーツゲームですただし、ただゲームをやるだけではなくて高額賞金がかかったような形でプロのゲーマーの方が集まって世界大会をやるっていうそういうようなものです。 あの場合によっては次の次のオリンピックから正式種目に入るって言われているぐらいのものだったりします。日本だとただのゲームでしょっていう感じなんだけどあの最高賞金額億単位のお金が出るようなあのすさまじい、えー、ビッグな大会になっていて、まあ、それのためのプロの養成というのは世界各国で実は行われていて日本にもその協会ができたりしてるんです。あの結構新しいもの好きだから あの用語の意味としてちょっと e スポーツっていうのを頭の中に入れといてもいいかなと思いますもう一つはあのね「エドテック」っていうね多分どこの予備校にも出してないですあの「エドテック」って言われるようなものですなんかあのカタカナね「エド」って感じじゃないですよあのカタカナねなんとなく「エドテック」ってなんか江戸時代のって平賀源内かみたいな感じになりそうな気がしますからあれですけど「エドテック」ってあのエデュケーションとテクノロジーですね えー、両方足したようなものです。 あの例えば YouTube なんかもそうだけれどあのいろいろなあのもあの事業とかをお実際に、えー、ウェブのところで、まあ、大体今は無料配信しているものが多いようですがわっと無料で公開するようなあそんなサイトがあったりしてそこを会員登録しとけば世界中のいろんな事業があ無料で見れるっていうような話だったり場合によっては双方向でやり取りができたりとかっていうようなあ今そういったあーサービス でまあお金を取ってっていうのはね有料配信みたいなのもあるんでしょうけどなかなかあのそういう話になると無料でっていうところが多くてお金を取るのはまだ難しいみたいですが「これエドテック」っていうのも一つちょっと知っといていただくといいかな。あとはは情報通信用語は各社の模擬試験や まあ、実際この「発展アップ道場」でもお話はしますけれどそういうところで出てくるような用語は一つ一つあの苦手な人はね苦手な人ほどきちんとあのできればインターネットなんかでその用語を入れて、えー、一回検索して自分で調べてみるってことはやっておくといいかなと思いますあの結構身近にそういう言葉を常にこう触れてるような人はいいんだけれど苦手な人はそういう工夫はぜひしてみてください。さて はい、政治分野に行きますうんなかなかねこの辺はもう予想があれなんですが、はい、今だとこんな感じかしらやっぱり選挙はもうこれは外せないですねうん、まあ、総務省の管轄の業務だったりもしますし過去の出題の数を見ても圧倒的に多いですから。 選挙のの話は外せないのかなっていいかうのはありますねあとはあの国際政治の動きあの首脳会談とかいろいろあるでしょそれからやはりフランスの大統領が変わったとかあイギリスでの,その総選挙があったとかアメリカでも大統領の動きがあったりとかいろんなその世界各国の動きみたいなものをまとめてくるような問題っていうのも一つあってもいいのかなというところではありますよね各種条約水俣条約約とかね。 水俣条約とかあとはあそれ含めて、えー、核兵器の禁止条約とかいくつか重要な条約があ最近また出てきたりはしています。もちろん過去の問題によく出てる難民条約であるとかあ、まあ、障害者の権利条約とかあとハーグ条約とかね。 ああいうようよないくつかの条約についてはやはりしっかりと把握をしておくべきかなということです。この辺もおそらく各社の模擬試験なんかでたくさん出てくると思いますのでまあハーグ条約と水俣条約と核兵器の禁止条約っていうのはこの3つはあぜひ存在内容などは知っておかれるといいんじゃないかな水俣条約は環境のところにも影響するあの水銀の 使用を禁止する条約だったりしますのでやっぱり重要ですよね非常に重要な条約かなということになるんだ、まあ、そんな話ですその他うんまあまあちょっとベスト3に入れるのは気が引けたっていうのがあこの2つかなベスト3に入れるのはちょっと気が引けたけど一応注意しといた方がいいのかなっていうねあのね何が何でもやりたいみたいですから。 だから、まあ、そういう意味ではあ一応その。 手続き的なところっていうのはやはり、えー、知っておくべきだろうというか一回きちっとテキストなどで確認はしておくべきだろう領土領域の話なんかもやはりそうでしょうねあとは戦後の安全保障史とかそういうようなものなども、まあ、一つテーマとしては重要かなということですこの辺注意してぜひあの直前期に一般知識のね論点見るときに確認の優先順位をつけておいていただくとよろしいよということなんでしょう。 はい、それから、大体かけた、はい、経済です、もうこれも3つ出しちゃいます、はいえー、3問出るわけではないだろうし、1問か2問ぐらいでしょう、そうなると地域的経済統合はかなり、えー、有力な出題項目じゃないかな、あのー、TPP です, T です、えー、生まれ変わった TPP です、えー、12か国が11になりましたから。 TPP11 ですね、えー、こちらはかなりやはり怪しいぞということになります、TPP 以外だったら、うんと、そうだね、RCEP、R に CE、えー、CEP と書きますが、RCEP って言われる東アジアのお経済連携協定ですね、あの日本も入ってますし、えー、それから中国、韓国、みんな入ってます、あと ASEAN も入ってますからあの、まだ発行はしてないんだけれど、 今年の秋ぐらいに、えー、完全合意を目指すっていう形で一気に加速して話がここまでまとまってきてるものなので、まあ、あの発行してなくたって試験には出ますから今までの見てても TPP だってまだあの日本が交渉するかどうか迷ってるみたいな問題が出たこともある,あるぐらいですからだから RCEP だっていつまでたってもちっともまとまらないねみたいな問題が出てきたって別におかしくはないですいやそういうことではないよっていう話であればね。あととはあの日本 EU の EPA ですね日本と EU の EPA これもやはりこの間7月に最終署名まで終わってあと国会の,あの条約だから国会の承認決議必要でしょ。だそのの国会の承認決議がこれから 秋の臨時国会だかなんかがあればそういったところで取られるということになってくるんでしょうねもちろん EU 側もその批准の手続きに入るということですただもうここまできたんで確実に発行しますねあの日本と EU の EPA は非常に大きな経済圏を作るっていうような結果になるものだったりはしますしいろんなものの関税があ 発行と同時、もしくは順次にえー、なくなっていくっていうような動きもあります。まあ、細かい話というよりは、この地域的経済統合の中でこういうことがあったよね。っていう総合問題の1個で出てくるっていうイメージで押さえといていただけたらいいんじゃないかなっていうトピックスです。あのー、まあ第2位、第3位はこれはもうオーソドックスなものなのでご存知だと思います。あのテキストなんかにも書いてある話だったりしますね。戦後の経済史は今回は狙いは高度経済成長期。 から後ですだからあれとかちゃんと勉強しとくといいよね高度経済成長期ってどんな種類があったかなみたいなねジンム岩戸オ,オリンピックイザナギって言われるようなあやつねでジンムと岩戸の間にはあの鍋底不況っていうのがありますからねえそれからオリンピック景気の後には40年不況っていうのがあるじゃない。大体い,い,いつも言うんだけど不景気の、ね、ネーミングはすごい投げやりですから。 であの景気がいい時のネーミングはとっても素敵ってそういう感じの話だけどあのそれぞれやはりキーワードがあるでしょ三種の神器って言ったらどこの話だったかなとか、ねえーまあ、もはや戦後ではないみたいな言葉が流行ったのはいつかなとか投資が投資を呼ぶって言ったらそれはいつかなとかさあとは三 C って言ったら何だろうとか。 まあそれぞれの話があったりあとは国際収支の天井なんて言われるような限界があったなんて話とかね ままあ、まあ,あの今ここで別に書き取らなくてもいいよあのこれはあぜひ勉強したら全部出てくる話なのでそういう分野を学んだ時にしっかり、えー、確認していただくといいですよねあのジンム岩とオリンピックぐらいまではあのどちらかというと輸入,が輸入型ですよね輸入型で輸出が多くないというような状況が続いて最後のイザなぎケーキだけ輸出が非常に盛んに行われるようになっていたという特色の違いはそこにあったりはします。もちろんそっか から後あの高度経済成長が終わって、えー、オイルショックが来てみたいな話から後の話っていうのもやはりこの戦後の経済史のところでは大事かなあの2016年かなんかに出たやつがあ戦後間もなくの経済の話だったりするので、まあ、過去の問題だとね えー、90年代の問題で神武岩戸オリンピックイザナギっていうような各後継機の内容をそれぞれ選択肢ごとに聞いてくる問題が実際に出てます。こういうのはあの繰り返す歴史は繰り返すって話になるのであのやはり問題作ってる先生は昔の問題見て作ってきますから。 だから以前出しているもので受験生があんまり見てなさそうな頃に出ているものを真似してそのままあのコピーして出してくるという場合も十分に考えられますあの過去何度もそういうことはやってくれてますのであのその意味ではやはり注意が必要なところかなそれからはいそこに入りきらなかったけどまあまあ、この辺はねあの地域的経済統合の中に ECEU が入ってくるかもしれないね。 ここはそのまま入っっててくるかもねっていう話です、まあ、日銀とかあインフレデフレ景気変動の辺りはあまあ基本的な知識をしっかりってことでしょう、あのー、なんだかんだ言いながらも今の日銀の政策の細かい話を聞き出したらもうキリがないところがありますしねええー、なんかこう特徴的なものはあるけれど今どんどんトーンダウンしてる最中ですから。 あなるべくあの物価の上昇が2%みたいな話はそんなこと言ってましたっけっていう感じにするように一生懸命今みんなが忘れて忘れてくれ忘れてくれって感じであのトーンダウンしてますから。 まあまあ、あのいよいよ日銀の黒田さんの政策があここで大きく変わるところなんだろうなって感じです。あのね、いつも事業に言うんです日本銀行の方ってプライドが高いのであの間違えたとか失敗したとか絶対言わないからねあの人たちはねあの全部周りのせいにしてあの知らないうちに政策をすり替えるっていうのを今まで何回もやってきてますから、まあ、ちょっとその意味では直近の政策出すのは厳しいかもあの金融政策の基本的な話とか。 日銀の役割3つとかそういう方を出してくる方がなんとなくイメージできますねだ日銀の役割3つって言って今思いつかなかった人はちゃんとうちに帰ったらテキストで見といてね。銀行の銀行とかさ、あ政府の銀行とか発券銀行とかって言われるようなあの辺の話ですね はいえー、まあこの辺りが ECEU のところの一つの ICEU、e、から日本銀行インフレデフレ景気変動の辺り、ね、経済でちょっとあふれちゃったテーマです。はい、社会こんなな感じかな <coughs>、まあ、あんまり普段出てないけれどやはり最近いろんな法律が改正されてますから。 その意味ではいろんな法律が改正されたよねって問題が出てもいいかなっていうあのねまあ分かんないですけどね、えー、これも多分誰もそんなこと言ってないと思いますからあのもうここだけの話っていうそういう話になりますかもう本当にここだけの話ですただまああの公務員の試験なんかだと割とこういうのは以前から好きで出してくるタイプの問題だったりはするので いいろいろある例えば天皇の退位の話だってあれ法改正でしょ天皇が退位するようあれは一代限りで、えー、生前退位を認めるような法改正が行われたんだよ皇室転半とかね変わったんだよってあれ立派な法改正の話じゃないあの共謀罪の話だってそうでしょお共謀罪についてのまああのー、組織的な犯罪のね、えー、対策の法律の改正っていうような改正の話じゃない民泊新法だってそうでしょ 民泊を認めるようにあの国家戦略特区以外でもできるようにっていうような法改正だったりするじゃない、ね、それから民法の改正だってそうじゃない、まあ、相続法改正はちょっとあれだけど再建法改正がありましたみたいな話だったら別にあの細かい内容は聞かなくても大枠で民法の改正があったよねってことを聞いてくる問題が出たっていいですよねっていう話あとはあれだあの 政治分野でね。こういう法律があるんですよ。政治分野における男女共同参画推進法っていうのがあるんですよ。あの、政治分野における男女共同参画推進法って言って、国会議員とか地方議員の女性議員の割合をどんどん増やそうと、できれば半々ぐらいにしようみたいなね。あの、本当は本音はもう半分半分にしたいんですよ。 男性議員と女性議員が半々いるような状態にしたいんだけど半々にしたいっていうとやっぱりなかなかそのあたりは特に与党の議員の方が納得しない方が多いもんですからまあしょうがないから均等にしようみたいなねあのよく分かんない言葉に切り替えてありますけれどただ、やはり女性の議員の国会議員地方議会議員での占める割合が世界で見ても極めて低いんですね日本は。 あの本当にいないんじゃないかっていうぐらい低いので、まあ、そのような状態はやっぱり国際社会で見ていてもまずいよなっていうところがあるんでしょうねあの女性の人権に関する世界の会合に出てって外務大臣が集まったら日本だけ大臣は男性みたいなね。 あ,のあと全員女性なんだけど日本だけ男性の大臣が出てくるみたいな話もあったりはするのでやっぱり元の国会議員が増えてくれないと大臣になる女性の議員の方もなかなか出てこないでしょうからだからあのその意味でえそういう法律がこの間できたばっかりなの、ね、ずっと懸案って言われたものがやっとついにあのこれは超党派で成立したんですよ。 だからあの与党の方も野党の方もそういう問題意識を持っている人がみんなで協力して作った法律ってことになるのであのそんなものも含めて5個並べることはできるあとはあの IR 推進法とかさ、ねえー、日本にカジノを作る。 しかも景気対策はないみたいな感じの話ですけれどあれなんかもあのそういう法律できたぜっていうのは、まあ、やはり選択肢の中に入れてきてもいいじゃない、まあ、あの法律の評価云々はともかくとしておいて何ができたのかっていうのを5個ぐらい並べるっていう感じのパッケージ問題はこれは時事的ななな話ととししててて聞かかれても別におかしくはないだろうなと思ってます、はいえー、あと日本の教育問題、まあ、いじめの問題とかね、えー、最近の ものであればアクティブラーニングっていうのは去年もちょっと押してみたんだけどちょっと空振りに終わったんでもう1回押しときますあのアクティブラーニングと言われるような2020年から小学校中学校高校の授業が大きく変わるとこれは双方向で、えー、生徒たちが自主的に考えていろんなものを調べてきて発表するみたいなものをメインの授業の形態にしていこうアクティブラーニングって言うんですね能動的に学ぶっていうそういう感じの話であるとか だから学校の先生が今大変だっていうような話があったりそれこそ学校の先生の過重労働の話が出てきたって別におかしくはないじゃない。 部活の顧問だなんだをやってて、えー、もうブラック企業みたいに働かされてるって話が選択肢で出てきたって別におかしくはないでしょう。あのいろんなものが入れられるの、子どもの貧困みたいな話も教育問題の中に入れることができるでしょ。だからあのいろんな話をパッケージにするならこれ教育問題っていうのは一つの括りのテーマとしてはあ注目するべきものだろうと思ってます。まあ労働問題はあの基本的によく出る労働の問題ね。 えー、M 字カーブの話とかあ,あとは男女雇用機会均等法の話とか過去にも出題されてるようなもの過労死の対策とかあそういったようなものなどは出てくるかな高度プロフェッショナル制度あれも存在は出てきても悪くないと思います。 あの選択肢単位1個ぐらいで、ね、出してくるっていうのは十分に考えられるだろうなだからその辺りが労働問題のテーマとして挙げられるのかなはいそこに入りきらなかったやつ、うん、自然災害はねもう大穴ですね。大 挙げておりますまあなんだろうなああ火山の話なんかもそうね日本は常時現在50の活火山を24時間体制で監視してますっていうような話あのもしくは激甚災害ってなんだとか特別警報ってなんだとかそういう話 エルニニーョ現象って何だとかねそういう話などなどあの過去も何回か自然災害の問題出てるでしょおまあまあ,あどのくらいの方が行方不明かどうかみたいな話を聞いてきたりとかいろんな問題が出てますけれど今年もこれだけあの自然災害が多いっていうような状況これ去年からね別に今年急にではないですから去年からずっと続いてる話だってことを考えると。 やはり自然災害の話っていうのはこれは一つ注目するべきテーマだろうね。まあその中にパリ協定みたいな話を入れてもいいのかもしれませんけれど、まあ、パリ協定それから人口ね日本の総人口がどのくらいいるかとかさあのそのあたりの話は社会保障のテーマとともにやはり数字としてきちんと押さえておくべきなんじゃないかなっていうところですね。まあ、介護保険なんかもこれは 典型的なテーマの一つなので、大体の教科書に載ってる一般的な話をちゃんと見ときなさいっていうことです。地方の抱える問題、消滅可能とし、あ消滅可能性のある都市とかね。えそれからもしくはあ過疎化の問題なんかもそう、ふるさと納税とか出てきてもいいわね。ふるさと納税の話とか、あのいくつか地方自治の話って元々もともと政治分野で地方自治の話は出題実績がある。 だから、町村総会の話とかそういうものも含めてやはり地方が抱える問題みたいな感じで少し広くして出題してくるというのはこれは考えてもいいのかなと思います。まあ、このあたりはあの一般知識発展アップ道場の中で一つテーマとして挙げているものってことになりますので、まあ、あのそちらですね注目しているテーマなんだよっていう話を、ね、ぜひ知っておいていただくといいだろうということですね。 はいあのー、一般知識に関してはやはりこういうようなテーマ注意しながらなんだかんだ言いながらまずは個人情報保護法をしっかりやろうねっていうそこです、個人情報保護法とそれから文章理解対策ね、ここをしっかりやってやはり土台のところをしっかり固めた上で政治、経済、社会分野でしっかり点がある程度上乗せできるように合計で8問取れればそれでいいんじゃないのっていう話だということだと思ってください。 はい、ではあ先へ行きます、はいえー、憲法ですね。まあ、あのこの辺りは ああ、ちょい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 、いろんなものが、問われるというようなものではあるので。あの、順繰りに出てくるような話だったりもしますから。まあ、今回はこの三つのテーマが特に中、えー、重要って、そういうイメージだと思っていただければいいかと思います。新しい人権のところや、ああ、私人間の人権保障労働基本権など、やはり。あの、判例の基本的な知識っていうのをしっかり。 把握しとくっていうのはまあ、これはとても重要なあ。学習になりますから、あの直前期ですね。憲法の判例知識の確認っていうのは、週に1回ぐらいはきちんと入れて、えー、それで定期的に確認するっていう作業をとっていただくといいかなと思います。前に1回勉強したからとかね。 あのこう下に書いてある憲法発展安保道場判例編というのはゴールデンウィークぐらいにやっているのでそこで1回勉強したからもう大丈夫かなって言ってもそんなのもう今頃忘れてますからだからやはりあのこの直前期の9月、10月9月はほとんどないけど10月、11月1ヶ月ちょっとぐらいの間でもう1回知識をちゃんと総お,おさらいしてえ記憶を更新しとかないと。 ここはなかななかかか厳しいかなやはり憲法の出来が合否を分けますからこれはもうはっきりしているので憲法ができない人はやはりあの全体として得点が非常に苦しい状況に陥っていくというのはもう過去何年も前見てきている状態です他がそこそこできても憲法の出来が悪いと結果的にそれで合格ラインに行かないこれ他支選択もそうそれからあ憲法本体もそう。 あと憲法の出来があまりよろしくないと行政法で憲法も絡んでくるような判例の問題ができなかったりするので結果的に行政法も相対的に地盤沈下するっていうのがありますねだからあのやはり直前期憲法はしっかりね民法行政法をちゃんと勉強しているのはある意味当然の話なので あのそれプラス憲法を勉強する時間をしっかり取るっていうのは間違えた。憲法をしっかり勉強する時間を取るっていうのはやはり重要なんじゃないかなということですね。はい、まあ多肢選択の出題の一覧はまあまあいいとして、重、えー、要注意判例というのもちょっと挙げておきました。まあ表現の自由はこれ憲法の人権の中で今回1位2位3位に入れなかったのは。 あの表現の自由はもう殿堂入りだからです、はいえー、電動入りなので、まあ、そこはやってで当然っていうそういう話だと思ってください。で特に多種選択なんかで使いやすいんじゃないのっていうのは今話題の泉佐野市ですね。もうしょっちゅう話題を提供してくれるけど以前は犬でで話題を提供してくれたのが泉佐野市です、はい、今回はもう関西国際空港が浸水したあれ泉佐野市ですね。えー ふるさと納税でちょっと商品があの、ね、返礼品がちょっと豪華すぎるんじゃないのと言われて全国で一番お金を集めてるのは泉佐野市ですねああのもう泉佐野市様々ですからあの泉佐野市民会館条例なんかはまあこれ憲法の話だからね憲法の話だとそれはふるさと納税の話だったらそっちの方でさっきの社会の問題の地方の抱える問題なんかで出てきても悪くないかもしれません。あのー、やはり なんて言うんてうだろう、ね、ふるさと納税で泉佐野市がすごいお金集めてる反面、えー、川崎市なんかはあ30億円ぐらい住民税が減収になってるとこういうのは、まあ、ふるさと納税やればやるほど住民税が免税されるのであの川崎市の方ずいぶん熱心にやってらっしゃるみたいであのだいぶ住民税の収入が減っちゃったというようなことは言ってます。ただあのお金を集めてている地方都市からしてみれば ふるさと納税の返礼品を地元の商店から集めて出すっていうようなことをやることで地元の商店の活性化につながっているっていう主張もまたあったりはするので、まあ、どっちが正しいのかっていうのは何とも言えないところですよねっていうような話を聞きながらあの書いていただければあそれでいいです。こここに載っってている判例はどれもこれももも有名なななななんんんででしょうソラチ神社訴訟なんかなんて出ないのか出のの感じのね ものだったりしますけどまあ、あんまり卓一で出すっていうような感じではないんであればあの多種選択で出てきてもいいのかなというところですま多、あ、種選択はやはりなんだかんだ人権の判例問題が圧倒的に多いですし ここ3年ぐらいは表現の自由からね。集中的に出てる。あの過去5年見ても4回表現の自由から出ていたりはします。まあ、その意味で上のこの3つっていうのもレペタ。訴訟なんかは卓一での一問まるまるの出題実績もあるし、多種選択でも使いやすいところだったりするでしょうし。 まあ、昔出た南九州税理士会事件ってもう2004年以来出てなかったりするので、まあ、そういうものが久しぶりに出てきてもいいあの19条だったらこの「君が代規律正証」の職務命令とね19条っていうような要はこの職務命令が19条違反かを聞いてきた有名な判例がありますね。あれなんかはやはり択一っていうよりは他種選択の方が出しやすいんじゃないのっていうそういう話だったりします。まあ、司法権関連の判例ってこれ トマベチ事件とか共産党袴田事件とかもしくは板まん荼ら事件みたいなやつねあの多子選択の一番最初の2006年の問題は警察予備隊訴訟とかその辺の辺話を聞いてきてきるんですねだからあのそれ考えてもまたこういうようなあ判例の穴埋め問題が出ても悪くないんじゃないかなってこの辺はやはりせっかくだからこういった判例をぜひもう一回判例の勉強し直す時の とっかかりの判例としてきちんと見ていただけると良いのではないかというそういう話ですでそこから関連判例に手を広げてもらえればああいいのかなどっかとっかかりがないといつもなんかあの一番最初の、ね、マクリン事件ばっかりチェックするってそういうことになっちゃうからだからそこはあのいつもいつも教科書の一番最初に出てくる判例ばっかりチェックしちゃうんだよねって状態を避けるためにはちょっとこうやってあの真ん中とか違うところからねこう 教科書を開いてそこの判例を確認するっていうのはとても大事な話だということはあまあまあ一般的な学習法の話としてよく出てくるものだったりはしますね。さて統治、えー、です。これはもうまあこうでしょう。うん。あんまり言うことないです。もうこれです。はい。もうこれしかないだろうっていうそういう感じです。去年内閣だしね。 内閣と財政出てるからねそう考えたらもうあとこの辺じゃないやはり天皇大位みたいなものは来年の4月にいよいよ迫ってきてるのもありますからまあ、それを考えると天皇関係国事、えー、行為の話とかあー任命指名認証の話とかあのあたりが出てくる確率はどん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 今上がってきてるだろうと思いますそれから国会はもうマストだからあの統治は条文ですからこれ統治の条文問題が毎年言いますけど 当地の条文問題を外す人は受かかららないから、ね、当地の条文問題はこれはできて当たり前でできなかったら受からないからねだからできるようにしてください。ここをしっかり勉強してるかどうかっていうのはやはり行政手続法とか事件訴訟法の条文問題への対応と大きく関連してきますからあのこの憲法でそれができてなかったら手続法事件訴訟法不服審査法の 条文知識の対策もやはり同じようにできてないんじゃないかっていうような疑惑がどんどん出てくることになるしやっぱりそうなんですよねだから統治の問題を外したから落ちているというよりはそこを外すような勉強の仕方してると他のところもやっぱり穴が多くてガタガタガタって崩れていくっていうそういう状況になる危険性が高いよってそういう話ですだからまずは取っ掛か,かりとしてしっかりこれはあ見るようにしといてくださいあのー さっきもしかしたらね、えー、渋谷では案内してたかもしれないけどあのアプリがあるからね、えー、アプリがあるからあの無料だから、えー、ただほど怖いものはないから是非、えー、ダウンロードしてください、えー、であ,のあれ条文全部入ってます。あの私が8月の最終週の1週間を使ってですねあの300ぐらいの選択肢を作って でその300ぐらいの選択肢をタップしてどこをタップしたらどう間違えるようになるかを全部作ってあの1週間で何でこんなことやらせるんだよって言いながら作ってあの出したものですからあの条文は、まあ、重要なもの重要じゃないものも含め条条からままで全部入ってますだからそこあのもしそういうのが好きな人はね、えー、スマートフォンでピコピコやるのが好きな人はあのそういうようなものも上手に使いながら是非条文知識もなどんなものを使ってもいいから。 あの別に憲法発展アップ道場条文編を絶対申し込めとかそういうことは言わないからだからそこはあの申し込んでもいいしただでやりたいならアプリを使ってくれてもいいし何使ってもいいですもう自分で勉強してもいいからとにかく条文知識の制度はここから1ヶ月で徹底的に鍛えてあげてください、ね、それは過去の問題とかそれから模擬試験の問題なんかで問われている問われ方を一つの道しるべにしながら条文を読み込むってことはあこれは習慣にしといていただくといいかなと。 あのぜひこれだけ言ったんで今日来てる方はあ条文の、ね、問題では間違えないという状況をぜひ作っていただきたいそういうい話ですさて行政法は、まあ、この辺はちょっと資料ですねがいくつか出てますがまあこれ記述なんか見るとね、あのー、行政法の記述ねもう事件訴訟法絶対って感じではなくなってきてますね。ねここ2年は総論だし あのここ5年で見ると事件訴訟法,、ね、20法201617が総論っていう話になってくるのでやはりあの10年前までと比べると随分あの出題の仕方は様変わりしたんだなっていうのがあの見て取れるかなだから事件訴訟法しか出ないみたいな発想は行政法の記述については持たない方がいいですよ。違うものが出てくるのかな。 事件訴訟法も出てくるかもしれないけどぐらいのイメージで捉えておかないとちょっと痛い目に遭うかもしれません。はい、総論ですまあ行政法総論ねこれはんと今年ずっとこういうイベントで言い続けてきてますけれどまず柱を立てなさいっていうことを2月ぐらいにやったあ戦略イベントっていうのでも言いましたし140日前の過ごし方でも言ってます。 あの柱2本って言ったら行政行為とそれから行政上の強制手段なのよこの2つをしっかり学習しておくっていうのはこれはあの行政法総論のまず最低限のまあマナーみたいなもんだと思ってくださいそこができて初めてここから先に行けるってそういうようなイメージで捉えておくっていうのがやはり大事だったりはします。ね、でそれれ以外っていうんであれば はい、手薄になりそうなやつを1位に持ってきただけですこれはあの出題確率というよりはあの手薄になりそうだから1位に上げとくんでちゃんとやっといてっていうような話で国家行政組織法とか国家公務員法の知識を聞く問題まあ結構よく出てますよね。それから、はい、まあしばらく出てないって意味では行政契約行政調査の辺りはしばらくぶりに出てきてもよいのかなって。 この辺は冒頭の方のテーマだから割と見てる方が多いんじゃないかなと勝手に思ってますけれどえ適用範囲って言われるやつね行政側と私たちの間の法律上のトラブルが起きた時は 基本的には市民社会で起きてるトラブルなんだから行政側と私たちの間のトラブルだって民法で解決をするんだよっていうのをまず的の大きさとして設定するので民法の条文使って解決できるかな ただ行政側にはあ一般の人にはないような能力が与えられていたり地位資格が与えられたりする場合もあるそこと絡んできちゃった法律関係については民法では処理できないから初めて行政法の世界で処理をするんだあの的の大きさのところでね行政法の世界で処理をするべきなのか民法で処理ができるのかっていうのを見ていくのがあれが適用範囲って言われるテーマなんですよね。 だから公営住宅法で処理をするべきなのか民法使えー、借地借迦法で行けるものはそれを言っていいのかとかっていうようなものをはじめとしていくつか代表的な判例があるでしょ。 なのでそのあたりっていうのはやっぱりちゃんとおさらいしておくべきかなうん、まあ、ちょっと総論の記述はね今年はもうさすがに1回お休みのような気はするんですけれどままあ、まあ,あの去年、多子選択にも出てるうーテーマだけど国媒と取消訴訟の関係みたいな話で、えー、順番があ特にあるわけではないとかね取消訴訟は肯定力を否定するためのものだとか。 あそういうようなことを書かせるような問題が出たら対応できるようにまあしておいた方がいいだろうっていうんでこの辺のテーマはちゃんと確認しておいてください。肯定力っていう話が出てくるならあの取り消す訴訟の排他的管轄とかねああいうような言葉なども含めてしっかり見返しておくべきかなそうすると行政行為の話に行くんですけどねっていうことになりますか まあ実際総論の記述は過去3回出て過去3回とも強制手段なんだよね強制手段からしか出てないんですよここ2年もそうじゃないあれ強制手段の話だもんね秩序罰とあと宝塚市のパチンコ条例事件でしょその前に出たのは即時強制ですからあの3回とも全部あの行政上の強制手段から出てるので、まあ、ちょっとこれはあくまでもちょっと振り返るときのテーマみたいなイメージで、えー、見といていただければいいものかと思いますさて 手続き法は、まあね、はい、こんな感じ、多分誰が言ってもこうなるわなっていうところです。ですから、あんまりあの意外性は何もありません、あの処分は必須っていうのは、処分はもうこれ、レギュラーです。あの申請に対する処分、不利益処分はもう過去10年出てない年ないですから、もうレギュラーです。 ここはもう3問のうちの1個は処分が必ず占めるっていうことを前提に残り2枠をこの3つのテーマで争ってるってそういう感じです。ですからまあ昨年のね出題状況なんか見てもまあこの3つをまずは処分以外だったら把握しとけって話になるんでしょうということですね。記述一応想定しとくといいですよまああちこちで言ってますけれど。 えー、改正点の36条の236条の3は2015年が他支選択2016年で択一17年お休みって形になってるのでそうするとあと残るのはもう記述しかないですから処分等の求めや行政指導の中止の求めなどはあと出てくるとしたらもう記述で出されるのかなって36条の236条の3っていうのはそこの条文ですね。 29条はあの弁明の機会の付与なんだけどあの卓越で本当によく出ているあの原則書面例外口頭というあのテーマの条文ですから、まあ、あの一応、ちゃんと確認する意味も込めてそこに、ね、記述でも出しやすいかなというので挙げてみたというところです、まあ、あ行政手続法年にに記述に出た実績があります。 あの行政手続法7条が2007年に出題されてますそれ以来10年以上ぶりの行政手続法からの記述っていうのが出てくることもちょっと心構えとしては持ってていいのかなと思います不意打ちみたいにならなくて済むわねということですはい不服審査法です まあ目的条文去年行政手続法目的条文で一問出てますんでねそういう意味ではあの不服審査法も目的条文はちゃんと確認をしておくべきだろうということですまあ、審理手続き採決決定はこれは過去の問題見ておけばものすごい数出てますので あのー、やはりこの辺の行政法の、ねえー、内容というのはまずは過去に出題されたテーマにどのようなものがあるのかどの条文をどういじってきているかというのをしっかり確認することというのがここからあと1ヶ月ぐらいで最後にできる最終調整だと思います。ねあのー、過去の問題 の内容で出されていることについてまた出されたときにそこはしっかり答えられるって状態をまずうもう一度確立し直すことですねまあ模擬試験だなんだでしっかり問題が解けるようになりたいというのもあるでしょうけれどもそれはそれとしてやはりベースを固めるというところにこの一ヶ月しもう力を注ぐことがやはり行政法で大崩れしないためのもう絶対条件になってきますので これは行政法全体そうですけれどやはり過去の問題ともう一回きちっと向き合ってどんなものが出されているのかそれが、マルかバツかを判断できるかどうかではなくて、ね、あのどこがどう出されていてどういじられているのかというのをもう一回きちんとお、まあ、整理し直すそして頭の中にもう一度入れ直すということはやはりやるべきだろうそうすれば嫌でも手続き法の条文や事件訴訟法の条文など 条文も見なければいけなくなるのでそこの問題の内容と条文の内容がどういうふうにリンクしているのかっていうのを今一度過去10年分でいいのでしっかり確認し直すっていうことが何よりも大事だということはちょっとね頭に入れといてください。あの記述のとこころだとこの3つを一応挙げておきます不服審査法から出たって悪くないわね、えー、というところであれば義務付け採決のあたりなんかは 特に不作為のところですね49条1項もそうなんだけど不作為に関する義務付け採決っていうのは、まあ、<laughs> 不作為に関する審査請求自体本試験好きなので、まあ、その意味でこの辺り、えー、義務付け採決や49条1項はあのー、相当の期間が経ってないからって不適法だから却下するってそういう条文ですけれどあんなの丸々書いてごらんって問題が出たって別に不思議ではないだろうし。 あの再調査の請求はどういう場合にできるのかみたいなことをおもんあの回答として求めてくるような五条一項がそうなんだけど再調査の請求のところどのような場合にできるのか処分庁以外のね行政庁が審査庁に指定されている場合だとかさ法律に定められている場合で処分の場合だけだとかそういうようなことが問われてくるっていうのはやはり想定しといていいんじゃないかなっていうところですね。 さて、事件訴訟法行きましょう。<laughs> はい、えーと、事件訴訟法毎年毎年ね、判例問題に対する対応はここはしっかりできるようにしておきたいよねっていう話なんですね。やはりあの原告的格が今年トップかな。原告的格、条文知識も含めて。 次がここに書いてないけどのののの訴訴ええ利利益益です競技の訴えの利益新しいいい判例がいっぱい出てるからだからあの年によっては原告的確一問協議の訴えの利益一問っていう形で出たこともあるぐらいですからまあ今回ちょっと原告的確だけにしたけど協議の訴えの利益のところだってあの開発許可の話であるとか。 パチンコ屋さんの営業停止処分の話であるとかいくつかあここに来て重要な判例が出ていますのでねそこは気をつけとかなければいけないだろうまあ、原告的確も割と近年の判例なんかもあったりはしますから両方かな両方がやはり重要テーマ処分性はその後になるでしょうね処分性はここのところの出題状況を見ると3番目にちょっと置いといていいのかなというところではあると思います あの去年は差し止め訴訟出てるから取り消し訴訟以外だったらあの不作為の違法確認とか義務付けっていうのも注意はしておくべきだあと客観訴訟とかねこのあたりはねもう行政法に関してはあまりこう山をかけるとかなんとかっていう話ではありませんので特にこのあたりに注意しながら勉強しようねっていう注意ポイントぐらいの意味で見ておいてくださいね。あのー 行政法は直前期の勉強はあくまでもローラー作戦ですからあ全論点をガーッと潰していくって感じで勉強していかないとやはりあの本試験で戦える力はつかないので。 あの山をかけたところしかやらない他は見ませんという勉強はちょっと行政法に関してはこうあんまり通用しないかなそういうのはやっぱり憲法とか一般知識とかっていうんであればいいんでしょうけどねあとは一番最後に出てくる商法・会社法とかならいいんだろうけれどやはりあの行政法民法は拝点も大きいのでえまあなるべく全論点をしっかり見るようにしながら中でもこの辺に注意しようねっていうそういうイメージです。 あの記述のところもやはりまあまあなんだかんだ言いながらね、えー、たくさんネタは転がっておりますので、えー、過去択一で出てるようなものなど含め、えー、10条1項21条22条27条44条焦燥要件とか仮の義務付けとかいろいろ上げときました、あのー、この辺りの条文の内容などはやはりしっかり確認はしといていただけたらいいかな焦燥要件なんかかけて問題が出てきてもいいだろうし。 あの仮の義務付け仮の差し止めのあたりはね出そうな感じでずっと出てないあの償うことができないなんちゃらかんちゃらってあの辺の話ですからあの出そうで出てないってそういう感じの日々がずっと続いている論点だったりはしますよね。やははりあの記述対策って意味ではこの辺 えー、挙げたものはあしっかりということになるんですかね22条の第三者の訴訟参加なんていうのはやはりここのところの出題状況を見てもそろそろやはり記述に出てきても良さそうな気がしますしねあ候補として挙げたものはあそういうような理由で挙げていると思ってくださいあの記述の問題の場合は行政法は過去卓一多種選択で出てるところしか出てませんから 逆に言えば、あんまりあの予想外のものが出たっていう年は一回もないんですね。あの過去2006年からずっと見てきても、どう見てもそれ以前の要はその記述の問題で出てる年以前に卓一か多士選択で絶対出てるものが出てきてますから、あの記述で初めて問われましたみたいな論点がないのが行政法なんですね。だからやはりその意味でも過去の問題をもう一回 えまあ10年分だったら190代あるのかな択一で190代とあと多種選択も含めてどんなものが出たのか何をどういじってきてるのかっていうのをもう一回あの在庫整理するような感じで一通りおさらいしといてもらうとこれはそのまま記述対策としても使えるんじゃないかなっていうそういう話になりますので何が出ているのかをちゃんともう一回頭に入れ直すっていうのは1ヶ月あればできると思いますからこの1ヶ月でしっかり もう一度ね整理しといてほしいなというところではありますね。さて自治法これが行政法最後になりますか。まあこの辺はあのやはり柱を立てろと言ったその柱にあたるものを3つ挙げときました。 まあこの後に出てくるなら関与だよねこの後に出てくるなら最近すごい出てるけど関与のあたり関与のところの大執行とかさそういう話なんかはこの次に出てくる論点って感じになるんでしょうね。もうと議会の関係なんてね、えー、いうのはまあ不信任決議とかあとは裁議の問題とかああの専決処分の話とかですね。まあ、先日も みなかみ町の町長さんがあー2回目の不信任決議を食らって失職するっていうようなニュースが全国で流されてましたああいうのなんかも町と議会の関係のところのまさにテーマだったりするのでやはりあの実際の社会でもよく出てくる話の一つでもありますからねあのこの辺りのテーマはしっかり確認しておくべきだろうということなんですね。 まあ、記述はどうかなと思うけど一応、町村総会をちょっと上げといたというそういうような話です、はいえー。行政法に関してはとにかくこの辺りが要注意テーマだよあとは全体をしっ,しっかりローラー作戦で、えー、振り返っておくということは今まで勉強してきたものをもう一回、ね、無駄にしないために全体の知識の掘り起こしをして、えー、知識のお記憶の内容をきちっと更新しておくというのは心がけておいてくださいね。 さて次です。民法でございます。<laughs> まあ記述の出題一覧はまあまあいいとして、はい民法総則ですね。うん。まあオーソドックスなテーマあげておきました。時効はやっぱりあのー、昨年あたりも記述の問題に出てきたりとか。 ででも出てますのでこのこ辺ね日常家事代理日の表見代理の話とか94条2項類推ですかあ,あとは時効の話なんかも含めて、えー、まあまあこの辺のテーマはやっぱり重要なのかなということですね、まあ、時効はやっぱりあの民法改正で大きく変わるテーマの一つですし、まあ、その意味ではもう延用は出ちゃってるので一問丸々ね、まあ、そういう意味では中断とか。 もしくは消滅,事項に関する話消滅事項の起算点など聞いてくる話などこれ消滅事項の話を出すならいろんな制度の消滅事項を一個にまとめた問題っていうのも作れますので出しようがいろいろあるっていう意味では重要ですよね。作語は卓越で出ちゃったからあというところでテーマとして挙げてみたということです。 あんまり意外性のある出題はないかもしれません。まあこのぐらいだと思ってください。<laughs> だいたいかけた。はい次ね、えー。物件です。おいこんな感じです。えっ、ー、と相続と登記、えー、出てきてもいいのかな。相続法の改正なんかもあって。 えーまあ、まあ注目されているテーマの一個ですだから相続の問題の中に入ってくるかもしれないけれど遺産分割前の第三者とか遺産分割後の第三者とかね、まあ、改正法施行されたらちょっと影響を受けそうなテーマですし、えー、もしくは相続放棄と第三者とか。 あ,あ、遺贈と登記とかあ,あいくつか過去にも出たことがあるような。相続と登記で一問っていうのもまあ、これはあってもいいのかな？以前時効と登記っていうのは出てますからね。一問まるまる取得事項と登記のテーマで問題出してきたことはあるので、まあ、そういう出し方の一つです。即時取得抵当権あたりはもう。これはオーソドックスなテーマです。まあ、この次あたりにあれが来るんだろうね。先取り特権とか。 第4位あたりに先取り特権が入ってくるということになるのかな3位までしか上げてないから入ってないですけど第4位あたりに先取り特権が入ってきたりするということになるんでしょう。記述はあのこの辺です。地域権の自己取得去年は卓一で出てましたけどね、えー、284条だったっけ、えー、と地域権の時効取得の話ですね。 まあ、継続的に行使されてるとかさ外形上認識できるようにとかそういうような話です。であとはその継続的に行使って話はあその自己取得する人が通路を自ら解説するとかさああいうような話は記述の問題に出てきてもいいのかな専有訴権だったら条文知識問えるでしょ。有、まあの訴えなんかも含めてね 395、まあえー、いいいい39って明け渡しの猶予期間のね条文ですし387はあの賃借権と低等権で低等権の登記の後とに出てきた賃借権はあの登記されてるだけじゃなくて低等権者全員が同意してあの同意の登記をしてい権るときは 賃借権は抵当権者とかに対抗できるみたいなそんなあの条文ですよねあのあたりなんかはまあ記述の問題で解き問いやすいんじゃないのっていうそういう話ですはい次 <laughs> もう保証はねこれはあ必須論点の一項ということになるかと思います、えー、去年連帯債務ですし やはり多数当事者間の債権債務関係は試験的には重要かなと思うと保証のあたりあと同時履行と留置権はこれ総合問題でここのところ割と頻繁に顔を出しているものなのでやはり注意しておくべきだろう、まあ、総裁もそうだねあの総裁と差し押さえなんていうテーマ511条のテーマなんかはやっぱり注意が必要かな。 あと、まあ、どうしてもねこれはあの4位以下なんだろうけれど上げときたかったとっいうのがその2つですね費用償還請求とあと転用です費用償還請求は以前2009年にこういう感じで一問丸々だから本試験の問題を一度ちょっとおさらいしといていただくといいだろうなということと196条って 専有の場合の費用償還請求の条文内容がすべてのベースになりますから、それをしっかり確認しておくってことをぜひやっていただくといいんじゃないかと思います。そうすると、例えば賃貸借の場合の賃借人の費用償還請求とか、それから使用貸借の場合の借主の費用償還請求とか、いろいろ百九十六条を修正したり、そのまんま準用したりとか、いろんなものが出てくるのよ。 帰宅の場合にも費用償還請求の話が出てきたり委任の場合にも費用償還請求って各契約の累計ごとに費用償還請求の話っていうのは登場してますからそれを1個まとめた問題っていう形で出してくるっていうのは2009年の問題にそういうサンプルもありますので是非目を閉じといていただくといいだろう。記述は、ね 弁済の提供あたりはちょっと一押しなんですけどねどうかなーってね四百九十三条あたりの口頭の提供とか現実の提供とかあの辺の話はあの個人的には一押しだったりはします履行地帯中の履行不能もあの今判例なんだけどこれ条文になる予定のものだったりもするのでそれを考えるとやっぱり、えー、問われても悪くないかな改正に絡んでくるところが出てくるという意味では ああ出てきてもいいのかなっていうのでちょっと上げてみたということですね。はい、えー、債券格論です。まあばん売買賃貸借はこれはあの一通りちゃんと見といてねっていうぐらいのものですね。それ以外だったらこの辺って。 請、まあ、負いはやっぱり改正で担保責任のあたり随分変わることになってますし、まあ、それを考えると現行法でというので出題されるのは今年か来年ぐらいまででしょうから請負いというのは要注意なんでしょうね。まあ、売買賃貸借を必須だってしちゃったんで第2位に贈与が必然的に入ってきたという感じでしょうか2位、3位はそんなに目新しいものではありません。 あの記述のところのね解除とか敷金なんかも結構推してるテーマだったりはします。履行地帯解除の541条の内容とか敷金についての判例知識であるとかあ不法原因給付なんかはねこれはもう択一では品質テーマになりますよね。ねまあ、記述にに出てきてききも別に悪くはなないいだろうなっていうので挙げておきました まあ、あのやはり債権関係から出されている率は高いので、まあ、その意味ではこの債権の総論各論で挙げたテーマっていうのはあの範囲が広いだけにねまず取っかかりとしてそこからしっかり勉強するっていうようなあきっかけのテーマとして見ていただいてもいいだろうし。 まあ各社の模擬試験なんかでもおそらくこういう記述でここがって言ったようなテーマが出てきているケースはあると思いますのでまあそういったものはやはり記述の問題ねこれ記述問題の答案構成トレーニングって言い方をしますが。 記述問題をたくさん集めといてそれもあ内容ランダムでいいんですよ論点順に並べなくていいからむしろ適当に入れといた方がいいですでその空いてる時間とかに問題を見てこれどんな話なんだろう何を書いたらいいんだろうっていうことをやはり書くべきことを頭の中で思い出せるような練習をこれをねあの1日30分ぐらいでできれば30問ぐらいやるといいのよ。だだもう1問1分ペースだね ってていいいうので書かかなくていいから何を書いたらいいのかを考えるっていうのをあの短時間で必死に考えるっていう勉強をちょっとしていただくといいのかな最初思いつかないようだったらそれこそ目次を見ながらあこれかなっていう当たりをつけて答えを見ても別に構いませんのであの文章を書くって言っても今の記述の問題は文章を書く能力はほとんどいらないですからあの向こうが聞いていることに当てはまる答えを並べて書いてあげれば文章になるようなそういう感じの問い方をしてくるでしょ。 なので、もう書くべきことを指定してきますからね。だから、それただ言われている順番に並べて書いてあげれば終わりってことになるので、むしろ何を書いたらいいのかのパーツが思い出せるかどうかの方が大事です。それを思い出す練習っていうのを、やはりちょっと空いてる時間とか。ああ、今日みたいな日の帰りの時間とかあのー？ ちょっっととしたた隙間時間時でやっていいいだけるといいのかなっていうのがあります、ね、なので、えー、まあまあレックで受けてる方は記述60問解きまくり講座とかあるでしょ、まあ、おそらくよその予備校さんにも似たような講座はあるでしょプラスあの公開模試の問題とかを入れていけばそれなりの台数になるはずなんです1年間で勉強してきて触れてきた記述の問題ってねその問題をおー 短時間で答案構成どうしたらいいんだろうっていうのを頭の中でいいから考えるっていうのはこれは特に民法についてやっていただくと民法全体の知識の底上げになるのであのここから先の中で取り入れていただくといい勉強の仕方ではないかと思いますさて家族法うん親族法親だだと利益相反行為ががもう一一わねこれが一押しになります。 大穴ここに書いてないけど大穴特別用紙大穴が特特別別用用紙紙です特別用紙が出たら「あの出た!」って言ってくださいあの試験場で <laughs> あの、ね、心の中でね口に出しちゃダメよ怒られるからあの心の中で「出た!」って言,って、ね、言うかもしくは問題見て「特別用紙」って見たら「横見ぞ!」って。 <laughs> 心の中で言ってくださいこれはね当たったぜあいつみたいな感じのことは言っていただけるといいと思いますまあ遺留分は結構硬いかもねこれあの相続法改正でもう制度の名前そのもの変わる遺留、まあ、分は遺留分だけど遺留分減債請求って名前なくなりますので。 えー、その辺り考えてもあの完全にお金で生産するような話に切り替わることになって今現物もいけるんだけどお金で生産するってだけの話に変わるとか制度がやはり大きく変わるところなんで現行法で出してくるっていう意味ではあ出てもいいのかな最最後後2005年が最後ですからねだからもうしばらくぶりに出てきてもいいんじゃないですか去年だってそういう感じで遺言が出てきてるじゃないだからあの遺言なんて択一だと2001年が最後ですから。 2001年が最後で久しぶりの出題って感じでできたもやっぱりあれも相続法改正などで少し手こ入れされるようなところだから多分出てきてるはずなんですそれ考えるとだだって出てきて出きいいだろうな相続の効力はあの判例があるからあのね、えー、銀行預金とかの判例があるので、えー、まあ過分債権不可分債権の話など。 その辺が問われても不思議ではないだろう熟慮期間なんていうのはいつからどのくらいかみたいな話はまあね万が一記述で問われたらちゃんと答えられるようにしときたいよねっていうのも含めて位置を上げといたということではありますねはい、まあ、民法も範囲は広いけど本来はローラー作戦で行くべきテーマあー行くべき科目ではあるんだとは思いますただ範囲が非常に広いというのもありますので まあその一つの取っかかりとして各分野ここで挙げたようなテーマから優先的に潰していくということをやっていただけると良いだろうという話ですねどうしても試験直前期はあの模擬試験の問題を解き直したり何か問題演習が中心になりがちな科目なんですね民法はただあの問題演習だけではなくて必ずその分野の中に何が出てきたのかというところの知識のきちんと総確認 みたいいなものものやってください直前期だからこそインプットとアウトプットのバランスをしっかり取らないとどっちかだけに比重をかけすぎると特にアウトプットに比重をかけすぎるとそそここでででやったことははききるけどそれ以外はできないでよくしたもんで本試験はそれ以外から出てくるからあ,のあなたが一生懸命やったこと以外から出てくるんですよ。 あれ見とけばよかったなって状態によくなるのがこれがなんかかわらなないいけどそういうものなんですね。一人一人にカスタマイズして作ってるわけではないから向こうはそんなことは考えてないんでしょうただやはり問題で一生懸命やってたところ以外が出た時にやっぱダメージが大きい。 だから全体のインプットをしっかりその売買だったら売買契約の中身としてしっかり見返しておくっていうのはやっておかないとやはりまずいのではないかな賃貸借の内容全体を見返すってこともここで挙げたテーマに関してはインプットに関してもしっかりアウトプットと並んでやるっていう意識を持っていただけると穴がなくなっていいよっていうそういうい話です、はい、もう、商法総則商行為うん、まあ、これはもともと確か、ね、印刷しておいた。 のででで書かななくていいですす、はいえーまあ、こんな感じです商業使用人代理証のあたりはそろそろ今年ね出てきてもいいのかなないたがしだって久しぶりだしねっていうようなところです。あのうこと大穴がこれ番外編というのは大穴特命組合って、ね、そういうのをちょっと上げてみました。それから会社法についてもこんな感じですね。 あのまあまあ設立はなんだかんだ言いながら過去出てる回数見ると圧倒的に高いんですよ。設立10年間で7回出てますから。 あの10年間で7回ってそんなバッターいないでしょうっていうぐらいの高確率で、えー、当たってきてるでしょうこれだけ出てるのやらないのはやっぱりちょっともったいないかなっていうのはありますあの会社法やりりたくくない気持ちはよくわかりますけどねあの、まあ、司法書士受験生の方は除けばやはり会社法とかってなかなかあそこまで手が回りきらないっていうのはあるのはまあ分からなくはないんだけれど手が回らないなら設立だけでも見とけばっていうのはこれはあの出てる確率からすれば なんか、過去に出た問題のね、答えを全部調べたら、なんか二が多いから、二をつけとこう。みたいな発想で、二をつけるよりはマシかなとは思いますっていう話なんですね。まあ、あの、この間まで四っていうのがね、よく言われたけど、最近は二の方が確率は高そうな感じになってますから。あの、どうしようもなくなったら、それつけるっていうのもありなのかもしれないけど、っていう、そんな話ですね。さて、えー、と、あとは、まとめのお話がそこに入っております。 まあ公開模試レックだと結構あるものがあ,のもう、ね、あと1回ぐらいファイナル模試ぐらいになっちゃいましたけどただあの各社、要素の予備校さんなど含めてですねこれから公開模試が始まってくるというような予備校さんが多いでしょう10月に入ってからの方がね、えー、各社の模擬試験がだっと行われるということになってくるんだと思います。やはははり何回か受けておくとということはこれはあの 特にあんまり試験慣れしていない方はあのしっかりと会場で何回か受けるっていうことを、まあ、実際にやらないと何がどうなるのかっていうのが分からないっていうのがあるんでねだ司法書士受験生の方とかだと逆に言えばその司法書士の勉強の中で受けてきている模擬試験で得てる経験とかがそのまま活かせるのでいいんですけど行政書士試験洗顔で勉強されている方で特にあまり模擬試験とかこういうもの慣れてない人は あのしっかり会場で受験するってことは意識はしてくださいその中で解く順番というのはしっかりと自分の中で確立することはやっぱ大事ですこれは正解はないですからあの過去の合格者見ても「文章理解からやりました」っていう変わった人もいますから「あの文,章もう文章理解からやらないと調子出ないんですよ」みたいなことを言って「ああうそうですか」ってもう受かってるから何も言えないですよね「そねお前それおかしいよ」とは言えないですからだから一般知識からやりますって人もいました。 政治経済社会からやってそっくでそれであの勢いに乗ってね一番すごい人は記述からやりますって人もいましたからで記述からやって記述で調子に乗ってほかに行くみたいなことを言ってる人もいましたあのオーソドックスに一番からやりますって人もいるし変わった人で60番からずっと遡ってったって人もいますからだからあのこれはあの全部合格者がね10人いれば10通りあるのよだからあなたに合った解き方っていうのをしっかり 確立させる。これは、あの、選択肢、どこからチェックするかというのも、全部一緒ですよ。あの、一番から見るのがいいのか、五番から見るのがいいのかとか、あ、いろいろ、ね、あるかもしれないけど、これもやっぱり。その人に合ったやり方が一番ですから。あ、それを模擬試験の中で、まあ、いろいろ試してみるということが、やっぱりできるといいよね、という話なんですね。あの、飛ばす問題の基準なんかも、そうですよ。もう、絶対というのは、個数問題は、後回しにした方がいいのは、確実なところですよね。あとは、長文問題。 あのページ、開いて、二ページに渡っているような問題は、中身に関わらず先行った方がいいですよ。あの、九問の民法なら、民法九代の中で、その民法九代で、大体。四十分ぐらいかけるということを考えるんであれば、四十分をどう、どう使って、どの問題からやっていくかっていうのを考えながら、解かないといけないです。あの、二十七番から三十五番を順番通りやらなきゃいけないわけではないので。 結構民法の問題にありがちなのは27番が一番難しいっていうのは結構ありがちなんですよ。だから実は28番の方が優しかったとかっていうのは後で蓋を開けてみるとあったりはするんだけど試験の現場では27番に目が行ってしまうんでそこで止まってしまってものすごい時間使っちゃってっていうのは過去の失敗例でたくさん見てきてます。だから柔軟に考える旧問をどこからやるのか取りやすい問題がないかどうか行ったり来たりしながら探すっていうのは。 これははつのやややりり方なんですよ私はそうやって昔やりましたまだ全然試験制度が違う頃なんであれですけれど2000年の話ですからだいぶ昔なんであれなんですけれどあのもうバーってこうどん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 問題冊子をめくっていって自分ができそうな問題だけやってでまた戻ってくるっていうことをやってました多分すごい嫌な受験生ですよね。 バッサバ,サバッ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 サやってバッサ最後までいってまた戻ってまたバッサ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 やってるっていうねずっと問題をあの開いてば開いてばで解けそうな問題を探して最後まで行ったら全然なくて最後まで行っちゃったんですけどねでまた戻ってきて慌ててあこれまずいねって,ってまた解き直したりはしてましただからあのそういうやり方がいいのかどうかも含めてやっぱり模擬試験でいろんなパターンは試してみないとね。月に入ったらもしでお茶飲んじゃダメよ ね、模擬試験の時間中上に水とか置いといちゃダメよ本番で飲めないんだから本番は水とか上に置けないんですからだからあのもうすでに終わっちゃった模擬試験の時は水置いてましたとかいう人はもうそれはしょうがないからあのレックだったらファイナル模試とかね伊藤塾さんだったら最終模試とかそういうところでは水飲んじゃダメよ飴とかも飲めちゃダメよあの本番と同じ状態でやりましょうね一番いいのは試験開始30分間何も見ない 現場では何何もも見見れなないいんだから何も見ないえそして筆箱も含めて全部あの机の上に出せるもの以外は全部しまうあとは試験場を今回座布団持ってけるのねあと膝掛けもできるのねあの特に女性の方とかそういうものを使いたいんであればいや模擬試験の時に持ってったものを持ってった方が絶対いいですからあ早めに用意してちょっと何回か使ってみるっていうところも含めてあと蛍光ペン何色も使えるの。 何色も使えるけどそれどういうふうに使うかっていうのもやはり徹底的なシミュレーションはあのこの模擬試験の中でやるようにしてください時間間隔含めてです。 あのまあ、行政放送論地方自治法なんかはしっかり見直しなさいとかあとは不可修だっていうのはこれは140日の過ごし方の中でもお話ししました「あの模試の復習だけに、えー、勉強時間を使いすぎないようにする」一回受けたらその日のうちにざっと採点して、まあ、必要そうなところはざっと見るのはいいですけれどあとは普段の勉強の中に割り付けて自分がやっている勉強計画のところにその模擬試験の問題をむしろ 割り付けて見ていくっていうようなやり方を取らないと模擬試験の復習だけで本試験迎えちゃうから、それが一番良くないパターンなので、そこはあの意識はしていただけるといいのかなと思います。はい、えっ、ー、とね、あの宣伝も含めて <laughs> 前日は三つの調整なんていうのをあげておきました。まああのズバリストライク講座一般知識編というのは本試験前日に行われるものです。これ無料公開講座になるので。 あの法令編は有料ですけどね、一般知識編は受験票を持ってきてくれると無料で受けられるよっていうそういうようなスタイルのものになりますので、まあ,あ前日の調整って形であればこちらを使っていただいてもいいのかなと思います。あの毎年恒例のあの合格鉛筆の配布っていうのはこちらは法令編のクラスの方でやります。法令編のクラスの方でやりますので、渋谷だと11月3日になりますか。そちらの方で静岡が11月8日に行きますけどね、そちらの方で鉛筆の方は配るという形。 を取りたいいと思いますまああの早めに寝て体調の調整って小学生じゃないのからねあれですけどねあの本試験前の日はとんかつ食べちゃだめね、うん、毎年言ってますけどねとんかつは脂が胃にもたれますから夜早早くく寝寝ようと思っても早く寝られませんですからあのそういったようなものは食べてはいけません。はい え何を食べるのか今年はどうしようかなと思ったけど、まあ、一般的に去年とかね一昨とと,とかマグロのカツオとか言ったらマグロのカツなんか食べないよって言われちゃったのであの本当はマグロが一番いいんですけどねあのチキンカツにしましょうか。 ね、あのチキンカツなら大丈夫ですチキンの油はあの消化がいいのであのぜひ前日はチキンカツをスーパーで買ってきてもしくはお家で作って食べていただくということでまあここに教室にいる全員がチキンカツ食べたら気持ち悪いけどね、まあ、それはそれであの言っといてあれですけどでもまあ,あのちょっと食べるものも考えてねあとそうあの当日もお昼1時からスタートするんだから。 まあそれなんか食べてから試験場に行かないとお腹は空いちゃうだろうけど何を食べたら一番眠くならずに済むのかみたいなのはちょっと話が戻るけどもしの時に1回は試してみてくださいねお昼の時間とかで1時からの模擬試験の時間帯で受けるようにしてその時何を食べてどのくらいの時間に食べたら眠くならずに済むのかとか何が一番いいのかっていうのはちょっとそこからシミュレーションはちゃんとしとかないと試験当日眠くなったら話にならないですから。 っていうそこはあの意識はしといてください。はい、当日です。えー、あのー、なんだろうね、えー、当日も勉強できますからね。これはえっ、ー、といろんな方がいらっしゃるんであれなんだけれど、私自身の感覚からすると、もう前日も当日も普通に勉強した方がいいのよと思っています。特に試験慣れあんまりしてない人はその方がいいです。 えー、最後の最後まで徹底的に勉強してそれで試験場に行った方がいいです頭が回転している状態で試験場に行くっていうその方がいいかと思います。これはあの、ね、普段もとても試験によく慣れている人とか他の資格試験を十分勉強してきてっていう方は話は別なんだけれどそうじゃない限りは頭はフル回転した状態で試験場に向かうっていうことを目指すためにあのこれまでの合格者見ても試験当日朝6時に起きて。 えー、6時からずっと勉強して、えー、そのまま試験場に行く間も勉強して試験場に入ってそのまま試験受けてで結局200点オーバーで受かりましたって方は何人もいるのでやはりあの直前だからこそ最後に見たいものを最後の1週間で選んで、えー、最後前日当日に見たいものっていうのを選んどいて条文知識だとか定義だとか あその辺が一番いいのかもしれないけれどもしくはあのー、毎年言うんだけど、ね、そのいわゆる44点アップ道場のレジュメを朝から全部見て、えー、民法と行政法と、ね、全部見てそれで試験場に行きましたって人もいますしいろんなやり方があるけれどあの前の日ゆっくり過ごして当日ものんびりしてそれで試験場に行ってっていうのはあのやはりよほど自信がある人ね自信がある人ならそれでいいです。 だけどそうじゃない限りはやはりその試験が始まる前から徹底的にあがいとくっていうのは大事だし、それから試験の当日結構諦めて早く出る人いますね早く出てくる人いますあの受かりたかったら4時までギリギリまで粘るっていうのはこれは当然の話です。 ギリギリまで粘ってくださいねもう試験はい終了ですって言われるまで考え続けて鉛筆を動かし続けるっていうのがやはりあのとても大事なことだと最後まであがきなさいって言い方をするのはそういうもんだと思ってくださいまあ絶望タイムがくるからうん本試験受けてたらね最低3回は絶望しますからもうやめたいって思うのが3回来るはずこれは来年やった方がいいのかなって思うのが絶対3回来るから3回乗り越えてあの来たら来たと思ってればいいんだよ。 そんなのはああ来た来た来たってあこれが絶望タイムかっていう感じの感覚で乗り越えるの,あのみんなそうだから自分だけがそうじゃないですもう今まで受かってきた人もみんなそれを乗り越えて受かってきてるのでそこで諦めるか諦めないかっていうそこの違いです、ね、なので、まあ、本試験当日はぜひそういうふうにあの最後まであがいてあがいてあがききってくるっていうのはやはり大事なことなのかなと思ってます。はいえー、っとね まあ、あ最高の準備をしようというような話も挙げておきました。 ああのまあなんだかんだ言いながら当日はねもう今までやってきたことの集大成なので最後まであがくって話はまあそれでいいんだけれどあがけるように準備をするっていうのがここから先とても大事になりますのであのあがけるように徹底的に準備をする最高の準備をしてそして本試験に向かって最後まであがききってくるっていうのがここからあと1ヶ月ちょっとの皆さんがやらなければいけないこと当たり前のことを 当たり前以上にやるっていうのが、あの合格してきた人たちの、やはり姿勢です。当たり前のことしかやってない。あの、誰が言っても、どんな先生が言っても、これをやりなさいってことしか受かっている人はやってないから。あの、逆に言えば、受かってない人は、それがやりきれなかっただけです。この試験は、あの能力の問題じゃないです。しっかり当たり前のことを徹底的にやったか、やってないかって、そこだけです。あの、個人差とか、能力差とか、学歴差とか、年齢とか、一切関係ないです。 誰でで、も浮かれる試験なのであとはその誰でも受かれる試験のチャンスをしっかり自分でつかめるだけの準備ができているかどうかってそこがとても大事になると思ってくださいだからあの全員合格しますからね全員合格しているのであとはあその合格したんだっていう事実を現実のものに11月11日ポッキーの日にしてきていただければいいんじゃないかなと。 なんでこういい話をしてるのに最後そういうことを言うかなって感じですけどでもそういう感じでやってきていただけるといいのかなと思います。はいというので11月の11日ですね私は日大経済学部の前に 言いますので、えー、そちらで受ける方は、あまあ、見かけたら黙って通りすぎあ、まあのちゃんと声をかけてくださいね、黙って通り過ぎないでね、あのすごく寂しいので毎年、えー、ぜひあのちゃんと声はかけていただければと思います。あのー、そんな感じです。えー、あと1ヶ月ぜひ体調を崩さないように、えー、ですね。 なかなか気候も安定しないので体調を崩しやすいシーズンですしねインフルエンザなんかも流行ってますから体調管理あの健康な体に合格は宿るというそういうのもありますのでまずは健康をきちっと守っていただいた上えでできる準備を最,低最高の準備をねしっかりしていただくように心がけてもらえればと思います。はいということで本日、あと50日の過ごし方以上で終了ということにしたいと思います。ぜひ頑張っててあと1ヶ月過ごししくださいじゃあお疲れ様でした